過小評価される、まあ、合理的な理由っていうのは、まあ、特にないと。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は三井倉庫株価予想ということでやっていきたいと思います。はい、結論は上がるというのが今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずということで、まあ、三井倉庫ですね、まあ、投資家目線で投資対象として見た場合、まあ、高配当だと、しかも株価は割安ということですね。はい、ただし三井倉庫がですね、まあ、価値と比べても割安なのかどうかっていうのは、まあ、もちろん判断するには企業分析が必要ということです。はい、なので、まあ、三井倉庫の事業確認からしていきたいと思います。はい、でまあ、倉庫事業者はですね、まあ、倉庫業よりまあ運送業の方で稼ぐというのはですね、まあ、三井倉庫、三菱倉庫とも同じということです。要するに会社全体の売上で、まあ、三井倉庫の倉庫事業というのは売上の 26%、 三菱倉庫は 23% ということなので、まあ、実際は倉庫事業以外ですね、まあ、運送業とかでまあ稼いでるというのは、まあ、基本的には同じ事業構造ということですね。はい、またということで、まあ、競合三菱グループの一社、日本郵船の子会社に、まあ、物流専業の、まあ、郵船ロジスティックスがあるというのと同じように、まあ、三井グループの一社、商船三井の子会社にも、まあ、物流専業の、まあ、商船三井ロジスティックスがあるというのも、まあ、同じということです。はい、これは何が言いたいかっていうと、まあ、三井倉庫はですね、まあ、売上の、まあ、7割とかを、まあ、運送事業で稼いでいるんですけれども、運送事業に、まあ、特段強みを持ってるわけじゃないということですよね。もし運送事業というのであれば、三井倉庫よりも商船三井の方がずっと強みを持っているということです。はい、なのでということで、まあ、もし三井倉庫と三菱倉庫ですね、まあ、要するに事業構造、ビジネスモデルにはほとんど違いがないので、それでもまあ違いがあるというのであれば、まあ、それはもう株式市場からの評価が違うというだけということですね。はい、というのはですね、まあ、例えば PER ですね、株価収益率です。まあ、一株当たりの当期純利益に対して、まあ、何倍の株価になっているかという、まあ、株価のですね、まあ、割安割高のまあ指標の一つということになりますけれども、まあ、こちらに関しては、まあ、三井の方が 1.5 倍さらに割安ということですね。まあ、三菱倉庫も割安なんですけど、三井の方がさらに割安評価になっているということです。はい、またですね、まあ、投資家が重要視している ROE ですね、リターンオンイクイティということで、自己資本利益率ですね。まあ、三井倉庫が持っている自己資本、純資産を、まあ、どれぐらい上手に使ってですね、まあ、当期純利益を稼いでいるかという、まあ、資金の効率性、お金の使い方の上手さに関してもですね、三井倉庫が 18.8% なのに対して三菱倉庫が 7.3% ということで、まあ、三井の方がですね、まあ、数字上ですね、まあ、お金の使い方が 2.5 倍、まあ、上手と、まあ、資金効率がいいという数字が出ています。はい、対してまあ業績の方なんですけれども、はい、今回のまあ業績比較ということでいけば、まあ売上、営業利益、そして営業利益の利益率ですね、まあ、いずれにしてもまあ三井の方がいい数字が出ているということで、まあ、倉庫業界ではまあ三井の方がもう間違いなく最大手と言っていいと思います。はい、にもかかわらず、まあ、株式市場からの評価っていうのは、まあ、三井は三菱よりまあ 1.5 倍低いということですね。最大手の三井の方が評価が低いということです。はい、なぜなのかということで、まあ、考えられる理由としてはですね、まあ、三井倉庫の方は過去 M&A 合併買収のまあ高値掴みで失敗しておりですね、まあ、2017年度決算で254億の減損損失で、結果的にですね、234億のまあ当期純損失というのをまあ決算発表したことがあるということです。要するに、まあ、M&A 合併買収するときに、まあ、相手の会社をですね、まあ、純資産より高い金額で買収して、で、まあ、高かった部分っていうのを、まあ、会計上はのれんという形で、まあ計上してたんですけども、まあ、結局そののれんっていうのをですね、まあ、254億ですね、まあ、一括で、まあ、焼却しなければならないという、まあ、そういう決算発表を、まあ、したことがあるということですね。はい、ただしということで、まあ、今後ですね、まあ、三井倉庫が、まあ、同じような減損損失を発表する可能性っていうのは、まあ、これはもうないということです。はい、なぜかっていうと、まあ、三井倉庫はですね、まあ、この動画を撮ってる時点で、あとのれんの残りっていうのが19億しか残ってないんですね。しかも、まあ、三井倉庫の場合はですね、まあ、IFRS 国際会計基準ではなくて日本会計基準を使っていますので、まあ、こののれん残り19億っていうのもですね、まあ、毎年毎年、まあ、定額で焼却されていくということです。だからそもそも一括でドーンというふうに、まあ、焼却されるだけの、まあ特別損失みたいな感じで焼却されるだけの、まあのれんっていうのは残ってないということですね。
愛しかもということで、まあ、減損損失っていうのをまあ17年度に発表してるんですけれども、まあ、翌18年度以降のまあ三井倉庫の業績っていうのは、まあ、例えば売上は右上がり傾向ですね。で、利益、利益率ともにまあ右上がり傾向。そして当期純利益と ROE に関してもまあ右上がり傾向ということで、まあ、業績に関してはですね、まあ、直近5年間は何の問題もないということです。はい。で、結果ということで、まあ、配当成功、配当金に関してもまあ右上がり傾向ということですね。売上、利益、配当金、全部まあ右上がり傾向で推移しているということです。はい。つまりということで、まあ、最大手三井倉庫がですね、まあ競合三菱倉庫より過小評価される合理的な理由というのは特にないということですね。はい、であれば今後相対的に三井倉庫の評価というのは上がるということです。はい、株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、三井倉庫の今後の株価はですね、3655円が5720円まで上がるというふうに予想します。はい、ということで今回は三井倉庫株価予想ということなんですけれども、結論は上がるという結論です。はい、もし今回の動画ですね、あんたお役に立ったということであれば、高評価、チャンネル登録、そしてメルマガ登録ですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を。